東の3枚目遠藤登場です。7勝6敗で今日は栃王山との対戦です。今場所は1横綱3大関を倒しました。遠藤自身去年の初場所以来の横綱大関戦今場所経験しました。結びの一番も去年の初場所以来でした。その中で1横綱3大関白鵬に勝ちました。照ノ富士、稀勢の里、琴奨菊にも勝ちました。ここまで7番勝っています。行事は木村陽道であります。過去4回の対戦はいずれも栃王山が勝っています。この両者去年の初場所以来の対戦です。その最も近い対戦では遠藤も突っ張っていきましたが栃王山が起きずに引いてしまって栃王山が押し倒しで勝っています。なかなか遠藤が栃王山戦突っ張りを繰り出していくんですがその突っ張りが通用していません。向正面は稲川親方です。稲川さん、はい、遠藤が今場所上位に戻ってきて7勝6敗ここまでの相撲どう分析されますか。圧力が、増した分低さが生きるようになりましたかね、はい、立ち合いその上位とやると受けるというかね通じないところがあったんですけど、はい、まあ、少しずつ押せるようになった、なってきましたよね、うん、その分もともと低さがありますから、はい、そういう部分でその強さが出てきたような感じがしますね。こうして遠藤の応援団福岡国際センターに駆けつけています。稲川さん、まあ、今日の栃王山も負け越しは決まっているとはいえこれまで勝っていませんからやはり今場所通りの相撲を取れるかどうかというところでしょうか。まあ、もちろんそうですね。立ち合い強いですから、まあ、そのね栃王山相手に遠藤がどれぐらい圧力かけれるかというのが見どころですね、はい、この一番に勝ち越しがかかる遠藤栃王山上位にとどまるためにも残り2日間大事です。制限時間いっぱい行司木村陽道です。はい、向正面の稲川さん遠藤の右からの攻め向正面側の攻めどうだったんでしょうか。前道取りたかったんですけどね、多分押していった後にその、まあ、組もうとするんですけど肩透かしで、まあ、圧力、まあ、最終的には通じなかったのかなっていうような内容でしたね、はい、まあ、でも自力ねだんだんついてきてまあ、一方的な相撲にならない分だいぶ力つけてきたなとは思うんですけど ね、 ね体の厚みも増してきました。正面の小車さんにお聞きしますが、はい、小車さんついて前密を探る相撲引かせてもらえませんでした。そうですね、当たって突っ張って左の前密を探りに行ったんですけどね、このやっぱり、この後ですねこのうまく栃王山に左から救われるんですよね、はい、で前水がなかなか引けないそこは足が止まってしまう、はい、それをやっぱりまあ隙を見てですねさっと引きましたね。遠藤はもう少しついてからの方が良かったのかそうですね、もう右からついてもう 2,3 発突っ張っても良かったかもわかんないですね、ちょっと早くこう右の前水欲しがりすぎたかもわかんないですね、はい、まあ本当に